はい、ということでここはですね東京駅の八重洲南口でございますけれども、今からですね、名古屋にね、新幹線じゃなくてバスで行こうと思います。早割で3000円ぐらいだったので、そうですね、新幹線の、そうですね、今スマート EX で来たんですけれども、3分の1以下でね、まあ、時間はかかってしまうんですけれども、その分、3分の1以下の料金で、名古屋に帰ることができるのでね、時間に余裕のある方はね、ぜひバスも検討してみるといいと思います。けどね、今から乗ってみたいと思います。直行の名古屋駅でございます。終点の名古屋駅到着の予定は13時26分、名古屋駅は13時26分の到着予定でございます。バスは途中足柄サービスエリア、遠州森町パーキングエリア2カ所で休憩の予定でございます。お客様にお知らせいたします。本日東名高速道路を全線に渡りまして集中工事が行われております。各所で車線規制と工事のための規制が行われております。その関係で、バスが遅れて到着となる場合ございますので、あらかじめご了承をお願いいたします。このバスは新東名駅でございますが、東京5年間か旧東名、東名高速道路を走行しております。工事区間を走行してまいります関係で、お着がオーブに遅れるのもございますので、あらかじめご了承の上ご利用をお願いいたします。安全点に心がけてまいりますが、山を譲る休憩車など参拝ございます。車内事故防止のためにシートベルトのご利用をお願いいたします。なお、この先ご自身のお客様はおりませんので、空いている席はご自由にお使いください。南東の乗務員 JR バス関東東京支店の渡りでございます。
です。足柄で10番目車線を急減いたします。発車時間で11時20分、足柄の発車は11時20分でございます。お長くでございますよ。お時間ができますね。お待たせください。足柄の発車は10時20分の発車でございます。はい、ということでね、今足柄、サービスエリアに、着きましたけれども、なんか買ってきましょうかね。なんかせっかく外でね、何か買い物できる機会もありますので、ちょっと何か軽く食べ物かなんかを買って、バスに戻りましょうか。まあご飯、まあ、お昼ご飯の時間ではないんで、まあ軽くね、まあ、ソフトクリームがあればソフトクリームでも食べようと思います。はい、ということでね、買い物してきたんですけど、さっきねソフトクリーム食べようかなとか言ってたくせにね、なんかたこ焼き買っちゃったんですよねあ、いやもうたこ焼きの匂いにはね負けましたね。やっぱソフトクリームとたこ焼きがね、勝負するとたこ焼きが勝っちゃうということでね、まあ別に天気っていうか気候もねそこまでね暑くないんで今涼しいんですよ。涼しい時だったらまあたこ焼きでもいいかなと思ってね、もう矛盾してますけどねさっきの発言とね。じゃあバス戻りましょうか。発車時間12時ちょうどの発車でございます。お長きはございませんよ。時間も出てきますね。余った。はい、ということでね、遠州森町のねパーキングエリアにね着いたわけなんですけども、2回目の休憩ですね。まあさっきねたこ焼き食べたんで、まあ別に何も買うつもりはないんですけどね、やっぱりちょっとずっとバスね座ってますとちょっとね気分転換もね必要だと思ったので一応外に出てみましたけどね。
降りの際、お忘れ物、落とし物などなさいませんようにご注意ください。また、プラットフォームのお荷物のお取り違いにご注意ください。今日も JR バス関東をご利用いただきまして、ありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。まもなく終点の名古屋駅到着いたします。お忘れ物、落とし物ございませんよ、お待ちしておりください。 JR バスをご利用いただきましてありがとうございました。乗車券とあらかじめお預かりしております。お忘れ物ございませんよ、そのままお降りください。どのご荷物をお預けのお客様、お取り忘れ、お取り違いございませんよ、お待ちください。 JR バスをご利用いただきましてありがとうございます。はい、ということでね、終点の名古屋駅にね、着きましたけどもね、新幹線のね、倍以上のね、時間をかけてね、名古屋、東京からね、名古屋に来ましたけどもね、まあ、時間がね、許す限りバスでもいいかなと思うんですよ。充電もできるし、ね、ちゃんとリクライニングも当然するし、で、まあね、2回も休憩あったんでね、全然快適でしたね。またね、JR バスとかね、まあ、高速バスも活用してね、旅行していきたいと思います。ということでね、JR バスのね、乗車券はここで終わりでございます。ありがとうございました。